明治末期頃の穴切れ、遊郭、高四郎。門前で客を待つ人力車夫の姿がある。穴切れ遊郭は山梨県甲府市にかつて存在した遊郭、赤線である。明治30年代中頃の新流遊郭大門、海の国では、近世紀に甲府城を中心とする甲府城下町が成立し、京方九年には海一国が幕府直轄領化され、甲府は、 甲府近盤支配となる。甲府城下町では城下南東部が発達し、江戸中期には城下東端の錦糸町、校長に、江戸後期には城下南端の緑町や西市城町など城下周辺部に芝居小屋や料理屋の集中する観楽街が形成された。また、城下南東部は甲州街道の宿場であった甲府柳町塾が設置され、旗小屋に置かれた。 甲府城下町においては、近世期を通じて常設的な遊郭は存在していないが、旗小屋や料理屋における飯盛森所の雇用が半ば公認されていたが、幕府直轄領である甲府においては、飯盛森所の設置が認可されにくく、わずかな期間のみの公認がなされている。明治時代に入ると払い下げられた城下南東の武家地に市街の中心が移動し、宿場の旗小屋は、 上府中村からガジア土地へ移転させられることになり、明治4年に山梨県発の遊郭である新流遊郭が成立した。大蔵牢、高士牢、慶小牢など合計22牢を有する新流遊郭は、所在地の当時の町名が増山町であったことから、甲府の人間に増山といえば、 誰にでも東遊郭のこととわかるほど人々に知られる存在となり繁栄するが、1907年2月に大門口にあった福井灯楼より出火した大規模な火災によって遊郭全体が消失し、新流遊郭の歴史は終わる。この火災は後に上、府中大火と呼ばれるようになった。新流遊郭、軽勝楼での将棋と客情を府中大火により、 消失した新流遊郭は移転することとなるが、東遊郭は甲府市街地の北方を塞ぐような位置にあり、甲府の発展を妨げるものとして、大火以前より県により移転が促されていたことから、比較的スムーズに移転が行われた。新たな遊郭設置場所は、甲府市街地の西、相川砂岩の通称穴切れ田んぼと呼ばれる水田一帯であった。大火のあった、 明治40年の年末には22楼の遊郭がすべて移転を完了し、穴切れ遊郭が成立した。公に認められた山梨県の遊郭は、上野原にあったわずか2県の小規模な関山遊郭と甲府の穴切れ遊郭の2カ所のみであり、村行、明町、日本有利市の干末付録として掲載されている日本全国遊郭一覧によれば、 穴切れ遊郭の貸し座式数は21件、将棋数201名を数えた。また、別の昭和初期の記録によると、将棋数は280名を数えており、これは遊郭を要する他の同規模地方都市と比較すると突出しており、甲信地方では最大級の遊郭であった。しかし、1945年7月の幸福集により穴切れ遊郭は全焼し、 翌1946年に GHQ の指令により交渉制度が廃止されると、穴切れ遊拐のあった一帯は、カフェや料亭などに看板を変えた、いわゆる赤線地域として存続したが、1956年の売春防止法の成立、1958年の同法施行により、穴切れ遊拐は完全に消滅した。王子を忍ばせる者は、 古い建物の外壁にわずかに残る公安委員会によるカフェ許人化プレートのみで2020年現在の穴切れ地区はマンションなどが建つ普遍的な住宅街となっている。飯田、坂本、小林 P72、金子、高橋現在の甲府駅と武田神社の間のエリアの当時の呼び名。ABCD e 田、坂本、小林 P73、AB2 本。 全国遊郭一覧全国課外の景気。ありがとうございます。